とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。コメント、このコメントはね、多いのよ。結構来るんだけども、パワーの上げ方がわかりませんと。パワーの上げ方、すごく苦労してます。教えてくださいということだね。確かにパワーを上げるの難しい。コツがわからないとすごい難しいんだよね。でも、まあ、コツがわかれば全然やっていけるので、まあ、今日は、一から詳しくレクチャーしていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。それではまずパワーだけども、今回のネザーアップデートでだいぶ上限が上がったね。前回までは上限が170ちょっとだったのよ。170ちょっとまでだったけども、今回のネザーアップデートで255まで上がることができるようになりました。まあそれをね、上げていかなきゃいけないんだけども、おそらく前回170ぐらいまで、パワーを上げてた人は、ここだと思うのよ。プラス15。プラス15。ここまで解放できてる。でも、パワー170ちょっとでは、クリアできません。おそらく。結構無理ゲーだと思う。だって推奨パワーが186だから。186なんで、結構辛いと思う。なので、まずは、この推奨パワーの、プラス、プラス4か、プラス5。できればね。なので、190ぐらいまで、自分のパワーを、上げましょう。うん。上げないと無理だ。で、このパワーを上げるためには、クリアしなきゃいけないのよね。ステージを。クリアしなきゃいけないんだけども、おすすめのステージがあって、そこだったらば、パワーがね、低くても、クリアできます。おすすめの場所。ここ。はてなはてなはてな。そして、これだね。湿っぽい洞窟。この二つが、パワー低くてもクリアできるのでおすすめです。まあ、どちらかというとね、このハテナハテナハテナ、こっちの方をおすすめします。このね、湿っぽい洞窟の方は、ちょっと運が絡むのよ。強制戦闘しなきゃいけない場所に行っちゃうと、もう積んじゃうのよね。なので、運が絡みます。でもこのハテナハテナハテナは、まあ、裏技で、ボスをワンパンすれば、レベル低くても、倒していけるので、まあ俺はこっちの方をおすすめするかな。それでステージをとりあえずクリアするじゃない？まあパワー170ぐらいでクリアするとします。そうするとおそらくこの推奨パワーぐらいの、パワーの装備品が落ちるのよ。それをね集めていきましょう。自分のパワーよりも高いやつ。まあ、あそこは推奨パワー186か。186なので、まあ190ぐらい、プラス5ぐらいのやつを集めていきましょう。まあ、敵を倒して集めるもいいし、まあ、ここがね、村の商人。ここで売ってるのもパワーが高くなってくるので、そこで集めるっていうのが早いかもしんない。うん。200円ぐらいで買えるやつで、パワー高いのとかも出てくるんで。まあ、とにかく、自分のパワーを190まで持っていきましょう。まあ、そうだね。ステージを3周ぐらいすれば、それぐらいのパワーまでいけると思う。装備何でもいいよ。何でもいい。とにかく、自分の総合パワーを190以上まで持っていくようにしてください。うん。あ、まあ、これがあれだね。アポカリプスプラス15の話ね。15の話。で、これが18とかになってくると、推奨パワーが203なのよ。こうなってくると、次目指すのは、これのプラス5ぐらい。208ぐらいの装備を目指してください。うん、そういう感じだね。推奨パワーよりも、プラス5ぐらいを、目安に上げていきましょう。で、とにかく何でもいいので、装備が揃って、推奨パワーが上がったらば、次は自分のメインとなる装備を鍛冶屋に突っ込みます。
まあ、全部入れちゃうと、多分、ミッションがクリアできなくなると思うんで、まあ、1個か2つずつ、うん、クリアはできるかなぐらいの装備は残したまんま、鍛冶屋に入れていきます。で、入れてから、また、3回ね、このハテナハテナハテナをクリアしましょう。そうすると、まあ、190前後の自分のメイン装備が出来上がるので、その装備をつけてから、ボスに挑んでいきます。まあ、ボスが、多分ね、3体とか4体倒しなさいよっていう風になってると思うんで、おすすめのボスが、まずはここ。ハテナハテナハテナ。ここは楽勝。勝てる。裏技があるんで、ワンパンで勝てますよね。そして、もう一個弱いところ。湿っぽい沼。ここも弱い。簡単に勝てると思う。道中もそこまで辛くないと思う。うん。水晶パワーを、プラス5ぐらい上でいくといけると思うんで。まあ、ここもいいです。で、そして、カボチャ草原。最後がエボーカンとかだよね。ここも、まあ、大体走り抜ければいけるような場所なので、ここもいい。で、レッドストーン鉱山。だね。この4つは、めちゃくちゃ簡単なので、いけると思います。で、次に難しいのが、多分この砂漠の寺院と、このラスボスのとこ、と、燃える火事場。この3つだね。うん。まあ、ここはちょっと、気合い入れていかないと難しいと思うけども、でもパワーをね、推奨パワー以上でいくと、全然いけると思います。はい。で、まあ、ステージを行くにあたって、おすすめの装備、アーティファクトがね、俺の一番おすすめは、これ、エレメントのカバンを3つ装備する。うん。しかもあれだよ、推奨パワーよりも高い。アーティファクトが必要だからね。エレメントのカバンを3つ装備させて、で、衝撃波で敵を足止めしつつ、カバンを使って殲滅していくというやつだね。これ一気に7体攻撃ができるので、ガシガシ倒していけるので、おすすめです。まあ、霊気が出るとダメージはないんだけども、3つ装備してれば、どれかは当たりで、雷降ってくるから、倒せると思います。まあ、それ以外でも、まあ、この、やつでもいいかな。ブーツ、アイアンアミュレット、キノコか。まあ、これで、うまいことね、敵に囲まれないようにとか、弓に当たらないように影に隠れて戦うとか、そういう風にしていっても、多分いけると思う。これもおすすめかな。で、もう一つは、まあ、ハープクロスの、めちゃくちゃ強いやつに、まあ、花火だな。花火ビルドで行くっていうのもありかもしれないし、うん。あとはバーストボーストリングに雷の矢をつけていくっていうのもいけると思うけどね。まあ、とにかく気合を入れて、おそらくプラス25にするまでには、ボスをいっぱい倒さなきゃいけないんで、気合入れて、やっていってください。まあ、自分に合うアーティファクトを選んでやってみてくださいね。それでは最後に今日のおさらいやっていきましょう。パワーの上げ方は、まず、推奨パワーよりもプラス5ぐらい上にする必要があるので、ここを回りましょう。ハテナハテナハテナだね。ここをクリアしていくと、推奨パワーよりも高いやつ、装備品がね、出てきますので、それを集めていきましょう。それプラス、この村の商人だね。ここで買ってあげていくっていうのもあり。で、自分の総合パワーが、推奨パワーよりもプラス5ぐらいになってくると、この鍛冶屋だね。鍛冶屋に自分のメイン装備を突っ込みましょう。まあ、その突っ込む数だけども、このハテナハテナハテナ、がクリアできる程度まで突っ込みましょう。三つとも突っ込んでクリアできなくなったじゃ話にならないので、まあそういう時は一つずつ、まあ二つずつとかね、それぐらいで、やっていきます。で、一つ重要なことがあったね。これをクリアするとき、
ボスを倒して、ダンジョンを終わるとき、その時に、自分が集めた高レベルのパワーのやつ、もうほんとパワーだけでいいのよ。性能とかどうでもいいから、パワーが高いやつを装備してクリアするようにしましょう。そうすると、より強いものがこの村の商人から出やすくなるので、そうやっていきます。で、3周ね、ハテナハテナハテナをクリアすると、鍛冶屋で、高レベルの装備品が出来上がりますので、まあ、それを装備してからボスに挑むようにしてください。倒しやすいボスはここ。ハテナハテナハテナ。そして、湿っぽい沼。カボチャ草原。レッドストーン鉱山。まあ、砂漠の寺院もまあ戦いやすいかな。とりあえずこれぐらいです。まあ、このね、燃える火事場とか、ラスボスのとこ、もしくはもうこの辺とかね、寺院とか、もう聖域とか、そこら辺でもいいよ。まあ、自分の得意なところを気合い入れて行ってください。俺のおすすめする装備は、アーティファクトのエレメントのカバン。これを3つ装備して、この衝撃波で足止めしながら削っていくっていうやり方。まあ、この気合い入れて倒す方法は、まあ、皆さんが一番やりやすい方法でやってみてはどうでしょう。おそらく、プラス15から、プラス25まで、そうね、6時間ぐらいあればいけると思うよ。6時間ぐらい気合い入れてやれば、いけると思うので。はい。ちょっとやってみてください。まあ、質問じゃなかった。今日の説明がちょっとわかりづらかったらすいません。まあ、大体、こんな感じなので。はい。もう、どうしてもわからないときは、コメントください。答えますんでね。よろしくお願いします。では、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。